十七番ジグザグラブレター。そうですね、17位はジグザグラブレターなんですよ。え、そうだっけ。まあそんな感じですね。タルトさんとソニックさんでお送りする通常のタルト番組。はい、こんな感じですね。もう今日のお題入りましょう。今日のお題はこれですね。デンベベンベベンドン、即位の礼の日です。現在小室圭さんはどんな気持ちなのか、時事ネタタロット占い。はい、そんな感じですね。はい、ソニックさんです。まあ、そんな感じですね。まあ、時事ネタタロット占いあんまり受けてませんねこれね。どうなんでしょうこれ。まあでもあれじゃないですか、結構ね、この小室圭さんって読むんですか、よくわかんないです。ネットで調べたんですけどよくわかんないですね。なんかだから、ソニックさんがそもそもこの人のことよく知らなかったんですよ。よく知らないまま、まあ、今までもなんか数回占ってるんですけど、まあ、今回も相変わらずちょっと読みました、いろんな記事を。だけどまあどうなんでしょうね、ソニックさんという人間からしてみればどうでもいい話です。はい、まあそれはいいとしてですね、まあ、あれなんかなんでこれパーカーのこう紐を内側にしまってるかっていうとね、垂らしてるとね猫がこうギャンギャンやってくるんで、こう内側に入れてます。そんなこともどうでもいいでしょ。はい、そんな感じですね。まあまあ、じゃあまあその小室さんどんな気持ちなのかね、タルト占い見てみましょう。そうですね、まあ、うんね、ほらね、ほら2ちゃんとかでさ、なんかね、秘宝小室圭さん、なんか即位の礼に呼ばれなかったとか考えて、呼ばれねえよそれ。まあんな感じですよ。まあんな感じで、どうでしょうね。でもこれ、しょんまい、だからね、これ普通のさ、だってね、まあね、だってなんかいわゆるね、普通のカップルだったら別にどうでもいい話じゃないですか。でもまあそうもいかないというところがありつつのですよ。まあね、でもね、しょうがないじゃん。でもあれですよ、ね、皇族になるってことはちょっとあれですからね、お勤めしなきゃいけませんからね、そういうことできないでしょう彼は。まあそんな感じもありますね、そんな感じもあります。でもあれですよね、借金400万円とかって400万円なんか大したことないじゃないですか。根性出しゃ根性出しゃ返せますよ。ってか普通にあれですからね、大学あれですからね、卒業した後奨学金とかで普通に3なんか400万円ぐらい借金背負ってる人世の中いっぱいいますからね。そうですね、まあまあ、あとあれですよね、なんかそのね、小室さんのお母さんの問題とかね、なんかそういうことがいろいろ取り出されてる。わかんないな。まあまあ そんなとこですよね。まあね、うん、はいはいはい、まあそんな感じですね。ソニックさんはですね、昨日歯医者さん行ってきました。何の話ですかね。もう入っちゃったよ。もうあれ完全に可能しててさ、でも神経抜いてっから痛みはないんだよね。でも腫れるんだよね。で抗生物質渡されてさ、あれね、その次 のお医者さん行くのがさ10日後なんだけど、次の10日後に行って他の歯を治療して、それで手術 のブッキングをするんだけど、あれなんですよ。10日間あるにもかかわらず抗生物質が5日分しか渡されないんですよ。でも抗生物質飲むとさ、腸内環境をぶち壊すじゃん。なんか飲まないようにしてる。本当に限界に来たら飲むけど、そんな感じですね。うん、はいはい。まあね、とりあえずですね、じゃあまあまあまあ、どんな気持ち、これはあれですね、タルト占い。これね、こういう時はですね、まずケルト十字で、あれですね、様子を見ましょう。ね、ケルト十字で様子を見ましょう。はい、行きましょう。ね、そんな感じです。まあね、まあどうとも思ってないかもしれない。で、まああれですよ、結局これ、今回ノーヒントで占いますからね。まあ小室圭さんって読むの？わかんない。まあ、でも多分圭さんって思うんですけど、まあ小室さんがね、これ、どうでしょう。これでタロットさんいいって言ってるんですけど、行きましょう。これがですね、ノーヒントはあれですよ、この人が一番ね、小室さんが一番心に引っかかってることが現れます。だからもしかしたら学業が現れるかもしれませんね。もしくはね、やっぱその婚約について現れるかもしれません。もしくはお金のことについて現れるかもしれません。まあその辺はですね、ちょっとやってみないと分かんないですね。ん、何、いつか、よいしょっと、こんな感じですね。ね、リッツくんは猫さんっていうチャンネルやってますね。皆さんもですね、ちょっとね、あれですね、ソニックさんとね、リッツくんね、さっき遊んだじゃん。ね、こんな感じですね。遊んで目線、めっちゃ遊んで目線ですけどね。ちょっとね、待とうね。まあそんな感じです。なんかね、はい、なんかみんなが癒されてくれました。ごめんなさい。こうやって猫で間を持たす、そんな卑怯なことしてます。はい、すいません。ね。
ね、リツくんね。よかったね。はい、行きましょう。そんな感じですね。まず過去の段階ですよ。過去の段階でね、どうでしょう。バーン。これですよ。終わったことは戻せない。戻せないことは法的ルールに基づく。まあ、法的ルールに基づくというかね、まあ、いろいろ借金問題とか、ああいう、なんか終わったことは戻せない。まあ、これはめっちゃ気にしてますね。これは、終わったことは戻せない。まあ、いくつかありますよ。まあ、留学してるとか。なんか、そういうことなんじゃないですか。まあ、わかんない。他のカードめくんないとわかんないですよ。まあ、他のカードめくってみましょう。いいですか。じゃ、これがですね、過去から現在につながる架け橋、版。これはですね、過去の段階で、個人的に深く掘り下げる。そうなんですよ。一回これはですね、過去で物事が完結してるんです。ね、ね、あれですよ。なんかね、まあ、一部の人におめでとうという感じですね。なんか彼の中で過去で一回終わってます。何かが終わってます。で、そこから先は他のカードめくんないとわかんないです。行ってみましょうか。じゃあですね、これです。置かれてる状況。ポン。はい、ドン。これがですね、相手との未来に期待ができないので、距離を置く若者。これは本人でしょ。だから距離を置く。距離を置くらしいです。距離を置くというところですね。ね。これで、ガッツポーズした人もいっぱいいると思うんですけど、なんか距離を置くらしいですよ。多分、まあ、そのことでしょう。行きましょう。じゃあ、それでですね、表向きこれですよ。バーン。これ。自分はチヤホヤされる立場だから動く必要はない。なるほどね。まあ、彼はそういう感じらしいですよ。ね。まあまあまあ。じゃあ、行きましょう。根底はこれです。バーン。お互いに気を配りながら楽しい。関係。そうですね。まあ、でもこれはね、恋人のカードではないですね。お友達として楽しいとかそういう感じです。ね。なんか一回過去で終わってる。で、今は意図的に距離を置いちゃってる。ね。こんな感じです。じゃあ行きましょう。こっから先です。ね。彼が問題。ね。彼の考えの中でね、抱えてる問題。問題はこれです。ドーン。これ、いいですか？覚悟して今は参加しない。そうですね。自分でコントロールして今は参加しません。こんな感じです。じゃあこれがですね、解決。解決策はこれです。バーン。敗北確定なので関係はそのまま。そうですね。なんかもうとにかく、なんか何もできないというところで彼は考えています。まあとにかく具体案はないというところですね。行きましょう。じゃあこれですね、実際未来。いいですか？彼の抱えている未来の問題。まあまあまあ、行きましょう。これがですね、彼をね、邪魔してることは何でしょう？バーン、これですよ。相手に頼らずに自分でなんか何かを始めなきゃいけない。そうですね。もう全てを解決して、ね、で、自分から始めなきゃいけない。これが問題。そういう器じゃないかもしれない。まあ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 。行きましょう。じゃあこれはですね、これが結果なんですけどね。まあこれが未来なんですけど、まあそれのね、未来が一体何か。これがね、こっちから見ましょうね。未来の結果。なんでそうなっちゃうのか。なんでそうなっちゃうのかっていうのはですね、未来はですね、ギリギリの勝利。ごたごたに巻き込まれるがギリギリ勝利を得る。そうですね。ギリギリ勝利を得る。まあそれでですね、これが未来のパートです。バーン。これ。いいですか？考える時期。これはですね、とにかく未来について今は考える時期というところですね。考える時期をもってして、あれですね、ギリギリの勝利を得るということでですね、なんかこうあれじゃないですか。どっから始まってるか見ましょうか。どっから始まってるか、これですよね。バーン。これですよね。どんなことをしてもね、相手を振り向かせたい女性というところから始まってます。そうなんですね。だからね、まあ、女性が惚れてるよと。女性が惚れてるよというところで、ただね、これ、女性が惚れてるのはいいんですけど、彼がね、自分を表してるのが、子供なんですよ。これがもし王様だったらよかった。王様だったら、なんかやっぱね、いや、俺がやっぱ男として責任取るぜみたいなところがあるんでしょうけど、やっぱね、これ、棒の従者っていうのはですね、これはやっぱ、なんでしょうね。まあ、自分がチヤホヤされてるっていうところで OK なんですけど、なんかこう、ね、なんか、若いですね。まあ、なんでしょうね。とにかく、まあ、自分で解決しなきゃいけないっていうのが問題です。で、まあ、それで、あれですよ。なんか、どんどん先延ばしにしてる。これがもう彼の気持ちです。こんな感じですね。もう全てが先延ばし。で、今は動かない。こんな感じですね。まあまあ、でも彼としては、あれですよね。相手側の女性が自分のことをね、もう気に入ってるから大丈夫だろうという、そういうところで楽観的に、あれですね、物事を、捉えているところです。まあね、そんな感じなんですって。これはまあしょうがないですね。これはもうあれですよ。ね、もうなんか、彼的にはこう、なんかダンス、踊ってる感じです。ね、まあ踊ってる感じ。まあまあ、じゃあこれ、
どうでしょうね。じゃこの先あれですよ、結局どうなるのか。まあ、まあ、一応あれですよね、あの例の女性が絡んでるということが分かりました。でも彼としては保留しているということです。じゃあまあどうでしょうね、まあ最終的にはどうなるんでしょう。まあ無理だと思いますけどね、ソニックさん的にね。最終的にどうなるかもみんな見て知りたいでしょ。まあソニックさんも知りたいんで、ね、見ましょうかね。最終的にはどうなるの、じゃどうなるのかね、どうなのか見ましょう。これね、そうですね、そうね、もうどうね、もうね、まあだからもっといい人いないでしょうかね。そうですね、なんかね、縁がね、縁があってのね、まあそうですよ、なんかどうかって話なんですけどね。そうね、さあ行きましょう行きましょう、どうでしょうね。はい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 、ね、まあそんな感じですね。まあ、田畑さんそのままのことしか言いません。そのままのことしか言わないで、そのままの結果です。いきましょう。じゃあこれがですね、とりあえず今後ね、その女性とね、小室さんどうなるかってやつですよ。はい、これがですね、現時点で置かれている状況です。これはですね、ときめきよりも実利ね、ときめきよりも実利ということですね。ときめいてる場合じゃねえよと、他にもっと大変なことがあるよという状況ですね。まあ、そんな感じでお互いに分かってますね。じゃあここ先行きましょう。はい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 、これが未来のカードですね。もう未来だけ、未来いいでしょう。なっても過去みんな知ってんじゃん。なんかね、まあ、そんな感じですね。はい、ちょっと、はい、じゃあもうとりあえずですね、まあ、こういう展開になります。いいですか。ですね、契約できない方向に物事が向かってます。さらりとした運命集みたいなね、さらっといこうか。じゃあまずね、現時点はですね、ときめきよりも実利ね、ときめいてる場じゃねえよ本当に、お仕事あるじゃんよってやつね。そのからですね、じゃあ行きましょう。こっから先です。ですね、はい、こっちがですね、どっちかな、どっちでしょうね、まあ、これはあれですね、なんか分かりました。これこっちがあれです、女性の方です。女性の方がですね、こっから先ですね、ランクアップの環境に身を置きます。まあ、位が上がっちゃう、ランクアップの環境に身を置いちゃうね、そういうとこです。でそこでですね、これが小室くんの方です。バーンね、学べることがなくなったので卒業、こんな感じです。もう卒業です、終わりです、おしまい、ダーンDONE、ダーン、終わりましたね。な感じで、最終的にはですね、まあ、女性の方がですね、これね、自分からは何もできないのでそっと立ち去るね、そういう感じになりますね。そしてですね、あれですね、これが小室さんの方ですけど、バーン、これですよね、契約できない、取引不成立、そうですね、ディールがね、取引無理ってことですね。まあ、それでね、日本国民も安心するというところに向かってるみたいですよ。じゃあ物事がどこから始まるか、バーン、これです。あ、これはね、まあね、まあ見くんない方が良かったかなって感じなんですけど、これはあれです、恋人たちが逆位置なんですけど、これはまあ、小室くんの気持ちですけどね、あれなんです、自分がね、相手を受け入れることが決めることができるっていうスタンスから物事が始まってるんですけどね、まあ、そういうわけにいかないですよ。2人だけだったらね、もっとなんだこうね、あれなんですよ、別に普通の一般人同士だったら別にいいじゃん、どうでもいい話じゃないですか。こればっかりはね、しょうがないですよ。なんかね、そんな感じで、なんかね、二人は終わりに向かってますね。まあ、そういうもんですよ。ね、まあ、タロットさんはそのままのことしか言いません。こんな感じですね。まあ、これはしょうがない。なんかこれはもうね、3、2、1、ミリー見でね、いいじゃないですかね。こんな感じです。まあね、どんな気持ちなのか、まあ、どんな気持ち、とりあえず、あれですね、まあ、彼は今のところはもう、あれですね、先延ばしにしてる。でも先延ばしにした結果、ね、まあ、ね、絡んでる女性との今後はどうなるかというと、終わりに向かってるというところでーす。とっぽ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 。はい、ソニックさんです。ソニックさんですね、ここならで占いやってます。こんな感じでですね、まあ、ね、まあ、時事ネタ、ソニックさんは、まあ、一応ね、みんなが知りたそうなことなんで一応やってるんですけどね、あんまりこう、時事ネタよくわかんないですね。イギリス暮らしてるんで、こんな感じです。まあ、ところですね、まあ、あとタロットですね、ソニックさんですね、ソニックさん流派、ね、78枚解釈公開してますんで、まあ、皆さんもタロット学びたいと思ったらですね、ちょっと勉強してみるといいと思いますよ。ね、こんな感じです。なところでですね、あとはタロットライブやってますね。よろしかったら来てください。そんな感じでね、またすぐにお会いしましょう。See you, see you, チャオ。はい、終わりだよ。終わりの歌、終わりの歌だな。よし、そんな感じで録画終了です。